真珠祭修行が前世紀を迎えていた頃の主張イーサ、ビンアリアルハリーファの館バーレーンの真珠祭修行は、一説には、紀元前2000年頃にまで遡るとも言われる、バーレーン古来の基幹的地場産業であった。石油発見以前のペルシア湾一帯は、天然真珠の一大産地となっており、分けてもバーレーン近海の真珠は高品質と、評価されていた。しかし、 日本の真珠洋職業の発展や世界恐慌の影響によって壊滅的な打撃を受け、1930年代以降、急速に衰退していった。バーレーンの無反落島には王子を忍ばせる建造物群が並ぶ、バーレーン真珠採取の道が残されており、それらの建造物の一部と関連する漁場などが、バーレーン要塞、ディルムンの古代の港都市とに続く同国に懸命の、 世界遺産として2012年6月30日にユネスコの世界遺産リストに登録された。石油発見以前のペルシア湾岸では数千年にわたって天然真珠の採取が行われてきたが、その中でもバーレーン近海には工業場が多く、質の高いことでも古来知られていた。その真珠採取の方法は少なくとも千年以上の間。 ほとんど変化をしなかった伝統的なものであり、多くの潜水夫たちが過酷な再修行に従事していた。バーレーンは周辺諸地域の新城ボンベイに出荷する際の集積地の役割も果たしており、新珠商人たちも多く集まった。その前世紀は19世紀後半から20世紀初頭のことだったが、1930年代以降、 養殖真珠の台頭や世界恐慌の影響などで、ペルシア湾での天然真珠の再修行は急速に衰退し、バーレーンも大きな打撃を受けた。それと入れ替わるように、バーレーンでは1932年にペルシア湾岸のアラビア半島側で初めて油田が発見されたため、バーレーンは真珠の国から石油の国へと変貌し、真珠再修行に従事する者はほとんどいなくなった。 かつての繁栄を忍ばせるムハイラク島の建造物群や周辺の魚場は2012年に真珠鳥、島の経済を物語る者の,の名前で世界遺産リストに加えられた。ディルムンの首都とされるバーレーン要塞の遺跡バーレーンにおける真珠採取の歴史はかつてバーレーン一帯に栄えたディルムンに遡る。ディルムンはメソポタミアとメルー派を結びつけていた。 中継貿易地であった。一説には、ギルガメシュ女子で、英雄ギルガメシュが、海底に潜って、不老不死の花を手に入れる話が、ディルムンの真珠採取をモデルにしているという説もある。ものの、より直接的に、ディルムンと真珠の関連性を伺わせる最古の言及は、紀元前2000年頃のアッシリア語碑文である。その碑文は、ディルムンの貿易品目として、魚の目について触れている。 この、魚の目は、産後、ラピスラズリなどの宝飾品類と共に言及されており、真珠のことでないかと考えられている。ティルムン文明の発見者であるジェフリー・ビビーは、その数量の記録が、他の多くの貿易品と異なり、容積や重量でまとめるのではなく、1個、2個という単位で記録されていることからも、それが高価な品目であったと推測していた。 ディルムン文明のものと考えられる墳墓の中には、副葬品として真珠が見つかる例もある。ビビーはまた、バーレーン島の南西部で発見された貝塚を、真珠採取に関わる遺跡とみなしていた。バーレーンの貝塚を構成する貝殻は、ほとんどが真珠貝で漁獲した貝を野ざらしにして死なせた上で、真珠を採取した後ではないかと考えられている。このようなやり方は、 世界的には広く見られる反面、後の伝統的なペルシア湾岸の採取法とは異なっており、より古い方法だったとみなされている。戦場での採取は貝殻を海に投棄してしまい、痕跡が残らないので、ディルムンの時代に陸上と並行して戦場でも採取されていたかどうかはわからないが、可能性は指摘されている。文献上、真珠と明示された記録が登場するのは、 ダイプリニウス以降のことである。彼は、博物史の中で、バーレーンの古代にリシアメーティロスについて、膨大な真珠が採取されることによって知られる地として、言及していた。イブン・バットゥータ10世紀以降は、多くの旅行家や地理学者が、バーレーンの真珠採取業に言及しており、真珠採取の方法などについての記録が見られるのも、この頃からである。 10世紀のアブーザイドハッサンという人物は潜水などの採取方法に言及しているが、それは近代の採取業ともあまり変わらない手法であると指摘されている。同じように10世紀の地理歴史学者マスーリーも潜水婦たちが魚とナツメヤシしか食べないなど近代とあまり変わらない真珠採取について書き残している。後に12世紀の地理学者イドリースイーも バーレーンでの採取方法に言及した。13世紀に宝石に関する本を表したアフマドティ・ファンシーという人物は、スリランカ、オマーンなどと共に、高品質の真珠が採取される場所として、バーレーンを挙げている。同じく宝石に関する著書をものしたアルビールーニーは、夏を含む水温の高い時期の季節労働であることを、紹介した。14世紀のイブンバトゥータの旅行記にも、 バーレンの真珠採取の様子が衝実されている。それは直接目撃した証言ではなく、伝聞に過ぎない可能性も指摘されているが、採取方法の助実は概ね正確であり、潜水婦が商人に債務を負って、労働に従事しているという近代に見られるのと、同じような状況が当時すでに存在していたことが伺える点などに特色がある。15世紀には、 ポルトガル人の探検家ドアルデ・バルボサが、バーレーンでは多くの真珠が採取され、質の良い大粒も出ることに言及しており、16世紀になると本格的なポルトガル人の進出が始まった。1522年にバーレーンはポルトガルに占領されたが、その死目的は真珠産業の支配にあったと指摘されている。 そのポルトガルは17世紀初頭に進出してきたイギリスに敗れ、後にオランダ、フランスなどの進出もイギリスに阻まれた。ちょうどその頃、バーレーンの真珠産業は一時的な不況に見舞われていたと考えられている。1490年に戦績記録されていた最終戦が17世紀初頭までに数百世紀にまで減少しているからだ。その理由としては、 アメリカ大陸への進出によってヨーロッパ人たちが新しい真珠調達先を開拓できるようになったことなどが挙げられている。19世紀にはイギリスがペルシア湾においてアラビア半島側の多くを保護領とした。しかし内政には不干渉の姿勢をとっていたため真珠祭修行にも干渉しなかった。ペルシア湾のうちアラビア半島側では 真珠床を湾岸住民全体の共有財産とする考えが古くからあり、湾岸の住民はどこの真珠床で採取しても許される一方、外国人の採取は全面的に排除されていた。この監修法はイギリスの保護下でも維持され、イギリス人も外国人として採取が禁じられたのである。その一方、イギリスは一体を保護量化していたため、 海上の安全保障に注意を払っており、真珠採取を行っていた船がしばしば海賊船の襲撃を受けた際には、海賊船の駆逐に当たった。バーレーン真珠採取業の黄金時代は1850年代から1930年頃のことで、当時の真珠はダイヤモンドよりも高価とされ、ジャックカルチエのような宝石商たちをこの地に引き付けた。 イギリスは19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランスやドイツの商人たちが、ペルシア湾内での真珠採取に関心を寄せると、対応に苦慮することになった。ことに問題となったのが、両海外での外国人の操業を拒否できるのかという問題であった。沿岸からかなり離れた海域では、地元民による採取も行われておらず、基本的に公海上での他国の行動を制約する。 法的根拠はないが、それが実現した場合、地元民の間で、公会上での真珠採取のせいで、自分たちの真珠採取に悪影響が出たというような、風評が広まる懸念があり、地域の不安定化につながる恐れがあった。これに対するイギリス法務省の見解は、公会上での外国の操業を、直接的に拒絶する法的根拠はないが、食料をはじめとする補給面で協力しないという、 形で間接的に妨害し、それでもダメなら最悪の場合には武力行使の可能性も排除しないことをほのめかしていた。こうした欧州列強の緊張関係の中、地元民による伝統的な真珠採取業は続けられており、その品質の高さが評価されていた。20世紀前半のレバノンの詩人で気候作家だったアミンリー・ハーニーは、バーレーンの真珠の品質について、 世界中で最も純粋で最も完全と評していた。実際、バーレーン近海には質、量とも優れた工業場があったことから、最終戦の数はペルシア湾内でも多く、国内ではムハラク島を拠点とする船が半数以上を占めていた。日本で養殖された真珠船級その頃まではバーレーンが稼ぎ出す、富のうち、 実に4分の3が真珠によるものだったとも言われる。当時のバーレーン真珠産業の推移を右に示すが、バーレーンに限らず、ペルシア湾の真珠祭修行の継続的統計には、信頼できるものがないとも言われており、最盛期の船の数などでさえ、資料によるブレが大きい。ゆえに、右の数値は同一の出典に基づいて、継続的な変化を読み取れる一例を挙げたものである。 1930年頃を境に真珠産業の凋落が顕著になり始めた。バーレーンの真珠産業を没落させた要因は二つある。一つ目は1929年にアメリカから始まった世界恐慌による宝飾品市場の縮小である。もう一つが三木本幸吉をはじめとする日本の養殖真珠の存在である。日本の養殖業は 型の良い真珠を大量に供給することが可能で、その価格は天然真珠の約3分の1であった。これによって天然真珠再修行の利益が85から90%ほども減少したと主張するバーレーンの真珠商人すら存在した。どちらの要因を重視するかは論者によって異なり、後者を重視する論者と後者は限定的で前者が大きかったとする論者が、 それぞれいる。第一次世界大戦時には、投機目的で真珠が高騰したが、第二次世界大戦時にはそういったこともなく、大戦末期に、インド市場での売れ行きが好調で持ち直したかに見えた、年があっても、一時的な減少に過ぎなかった。1959年の時点で、すでにバーレーンは、ペルシア湾における、真珠祭修行の中心地ではなくなっており、 トルーシャルコーストにその地位を譲っていたと言われている。バーレーンをはじめとするペルシア湾諸国は、養殖真珠が普及するようになると、その輸入や国内での販売を禁じただけでなく、養殖法を持ち込むこと自体も禁じた。特に警戒されたのは、天然真珠に養殖真珠を混ぜて売ることであり、かつてのバーレーンでは、重罪とされていた。2012年時点でもなお、 バーレーン国内での養殖真珠の取引は禁止されているが、天然真珠の採取に従事している潜水婦はほとんどいなくなっている。バーレーンでは真珠採取業の長楽と重なるように、ペルシア湾岸のアラビア半島側で最初の油田が発見され、ほとんどの潜水夫たちは石油産業へと倉替えしていった。以降のバーレーンの中心産業は石油関連であり、 採入に占める石油関連収入は1980年代初頭の時点で約75%、2008年には85%となっている。ペルシア湾岸の真珠貝はほとんど採取されなくなったにもかかわらず、真珠貝自体が減少しているとされる。これに対し、2013年5月には、日本の独立行政法人水産総合研究センター、 最海区水産研究所がバーレーンに協力して、近海の真珠貝の生息調査を行った。この調査の目的は、日本の水産技術によって真珠貝を増やし、伝統的な真珠採取業の再興につなげることにある。ペルシア湾での真珠採取という場合、真珠貝から真珠を取る場合と貝殻を取る場合が存在したが、中心的な採取業は前者のことであり、その場合の真珠貝は主に、 アコヤガイの禁煙種であるピンクターダウルガリスを指した。以下では、主に、バーレーンにおける、真珠採取の前世紀である19世紀後半から20世紀、初頭の様子を中心に叙述する。前述のように、真珠採取は、古くから、季節労働であり、3月末から9月末までの、約半年間が採取の時期となるが、本格的に潜水が行われるのは6月から9月末。 内視5月中旬から9月中旬までで、それ以外の時期は予備的な調査であったり、沿岸部での小規模な採取が主となる。イスラーム歴で断食を行うラマダーンと重なる時期については潜水婦たちには潜水を拒否する者も,もいる。それは海水が耳に入ると淡水に変わって体内に入り、断食を破ると信じられていたためだったという。その一方で、 関令ではラマダーンには採取を中断して港に戻りラマダーンが明けてから再出発するのが原則とされていたが実際の運用は柔軟で数日の断食だけで漁を再開し飛行してから長尻合わせの断食が行われることもあったという本格的な真珠採取においては真珠床つまり真珠貝が取れる漁場に繰り出すことになる真珠床は 形状や規模によってつふる、ナイは、ハーラ、ハワード、アーリド、タブラーなど、多様に呼び分けられ、それぞれの真珠床には発見者の名前や、近隣の沿岸部の地名が付けられた。ペルシア,アンガ岸ンは、真珠床が多いが、特にアラビア半島側に、良質な真珠床が多く存在した。このため、イラン側での真珠採取が3、4年に一度しか行えなかったのに対し、 バーレーン側では毎年かなりの量の真珠貝を採取できた。ただし、その真珠貝から取れる真珠は希少で、ペルシア湾での記録として3万5千個の真珠貝の中から商品価値のある真珠は3個だけという数字もあったという。ペルシア湾の真珠採取船は本格的な採取の時期には数ヶ月陸に戻れないこともあったが、バーレーンの場合は巨場の近さから 時折は陸に戻ることも可能だったという。それでも、魚器に戻れるのは1、2回だったとも言われている。再取戦に乗り込む人数は規模によっても違うが、バーレンの場合、1924年の公的な記録として、5人以下の船が62隻、15人以下が436隻、それを超える船が114隻となっていた。ペルシア湾一帯で使われていた。 装備の一部。首から下げているのが、真珠採取用の網袋採取の中心となる。潜水符は、シーブと体になって、潜水を行う。潜水符は2本の縄と共に潜るが、片方には、重しがついている。潜水符は重しりを利用して、効率的に海底にたどり着くと、迅速に作業を始める。潜水符は素潜りに近く、半ズボンのようなものをつけただけで、 他には花ばさみ、真珠貝を引き剥がすナイフ、貝を入れておく網袋、指先を傷つけないための指袋を携帯しているのみである。ただし、ミノカサゴやクランゲなどに刺されると潜水できなくなって送還される理由になり得たため、その対策として全身を覆う黒い潜水服を着用することがあった。潜水譜は1、2分程度を、息が続く限り漁獲を続け、 息苦しくなったら、残った縄を引っ張り、シーブに対し自分を引き上げるように合図する。この一回の潜水で取れる真珠貝の数は、イギリス人、チャールズ・ベルグレイブによれば、平均的には8個から12個であったという。前述のように、こうした最取の様式は、中世からほとんど変化がないと言われるものである。そして、いつからなのかは不明だが、 遅くとも19世紀後半以降は、潜水に関連して、新しい機械や装具を使うことは禁止されており、ゴーグルの類すら認められていなかったのである。新しい機械などが禁じられていたのは、資金力に関わりなく公平に、真珠採取の機械が与えられるようにという趣旨であったという。潜水府が採取した真珠貝は一箇所にまとめられて、しまうので、誰が取った貝から、 どの真珠が出たかなどは分からなくなる。こうした潜水は、グハマ星と呼ばれるグループ単位の規則的な制度で行われ、連続して何回か潜水をした後、他のグループが採取している時には休憩となる。このグループの数や潜水する回数、休憩とのバランスなどは、船の規模や漁期などによっても変化する。また、グループ内で海に入る順番も決まっており、これによって、 互いの縄が絡まないようになっている。一般的には潜水婦たちが息を止めて海中で作業する時間の累計は1日あたり。潜水婦の労働を地球上に存在した最も過酷な労働の一つと位置づける者さえいる。収穫した真珠貝は一旦倉庫に放置し、翌朝に口を開け、真珠を取り出す作業にかかる。翌朝に作業するのは 貝が死んでからの方が作業が容易になるためである。また、口開け作業に当てられている早朝は、海水温が上がっておらず、潜水作業は行えない時間帯でもある。口開け作業では、船長などが監視に当たるが、船員たちが取り出した真珠を着服するような行為は、普通見られなかったという。真珠を採取した後の貝は、そのほとんどを海に捨て、食用にすることはない これは捨てた貝が新しい貝の栄養になると信じられていたためだが実際に食べてみたことがあるという前室のベルグレーブは二度と食べたくないと評していたこうした作業に従事していた潜水婦たちは古くは非常に厳しい境遇に置かれていた彼らは商人たちから賃金を前払いされるのが慣例となっていたがこの前払い賃金は実質的に効利を伴う借金であって 採取時期以外にも商人や船長たちの下で不払い労働に従事させられる原因になった。また潜水婦が死んだ時点で借金が残っていると息子が潜水婦になって返済しなければならなかった。こうしたシステムは前述のようにイブンマトゥータの時代にもそれらしい記述が見られるもののはっきりと確立したのは地元のエリート層によって真珠採取が 組織化されるようになった17世紀以降のことである。これを改善したのが、バーレンの市長ハマドであった。彼は1920年代から大改革に着手し、前払い制は残しつつもその額の上限や利率を国が毎年公示すること、潜水府には潜水府手帳を支給して、退職額を厳格に管理すること、 死亡時に残った借金は子供に引き継がせずに消滅させること、最終時期以外の不払い労働を禁止することなどを定めた。これには既得権益を守ろうとした商人だから反発が生まれたのはもちろんだが、船長や商人から虚偽を吹き込まれた潜水譜たちも反対に回り、しばしば大きな暴動が起こった。しかし、1932年までにはこうした動きは収まり、 断交された改革への反対は出なくなった。この改革を経て、バーレーンでは、潜水会議という真珠採修行に関わる国の会議が発足し、真珠採修行に関する諸事項が取り決められるようになった。様々な色合いの真珠真珠の大きさや重さを測る際には、目の細かさが異なる複数の振り、ペルシアアンガンと真珠市場があった。 インドのボンベイやプルナで真珠の重さを測る単位はミスカールだったが、地域によって違いがあり、4.80g から 10.37g まで幅があった。さらに価格を決めるときの単位がチャウで、これはミスカールを2乗した数字に330という係数をかけて算出された。チャウの算出方法に地域差はないが、ミスカール自体の差が大きかったため、チャウも 地域差が大きかった。こうした単位は分かりづらいものであり、前室のベルグレーブはちゃうが、重さそのものの単位であると誤認していた。この複雑な単位系の換算は、真珠商人が不当な利益を得る源にもなったという。真珠は型や色で等級が分かれており、等級ごとに1ちゃうあたりの単価が決められた。形で、最も価値が高いのは新縁であり、 最も価値が低いのは貝殻にへばりついてしまっているものであった。他にも半球状、卵形、豆形、楕円型などに分類された。色で最も価値が高いのはカラービと呼ばれる。一見すると純白に見えるが、内側からバラ色の輝きを放つ色合いで最も価値が低いのは緑色であった。他の色合いとしてはバラ色、玉ねぎ色、 空色などがあった。17世紀以降、クウェート、バーレーン、ハサなどの真珠は、一度バーレーンのマナーマに集められ、そこからボンベイに出荷された。ボンベイは、ロンドン、バグダード、トルコなどのヨーロッパや中東の各市場との中継地点の役割を果たした。マナーマは、バーレーン周辺の真珠の集積地であり、大きな真珠のコンクールなども行われていた。 マナーマの真珠広場にあった真珠モニュメントそうした役割から、マナーマには真珠商人たちも多く集まっていた。その真珠商人は3種類に大別できた。そのうち、ムサッカムは、売買に関わらないで、船長に金を貸し付けるだけの実質的な金融業者である。タージャルがボンベイに出荷する商人で店舗を構え、真珠の買い取りを行った。 タージャルに真珠を持ち込む商人がタワー種で、ある程度真珠採取が進んだ頃合いに船で繰り出して、海上で採取船から真珠を買い付ける業者である。マナーマにはこのタワー種が多く集まり、ボンベイの死境などに関する情報を交換し、それを真珠の買い付けにも活用した。タワー種は、魚場に繰り出した豪華な船から小舟に乗り換え、漁船を渡り歩いて買い付けた。 タワー種に求められたのは、表面的に壮悪な真珠でも、磨いたり、表面の皮膜を剥ぎ取ったりすることで価値が大きく、上がるような真珠を見極めて、できるだけ安く買いたたく、鑑定岩だったという。一般向けの真珠の販売は、かつてのバーレーンでは、真珠商人の館や店舗のほか、喫茶店などでも行われていたが、バザールに出回るのは、得てして価値のわからない。 外国人などに向けた粗悪品だったという。喫茶店などでコーヒーを飲みながら行われる商談は、長々と雑談を重ねた挙句に、ようやく本題の取引に入るような悠長なものだった。周囲の人々に値段を知られたくない時には、伝統的に布で折った手の特定部位を指で触れる、ことで値段を示すことも行われたが、その示し方は複雑で、前室のベルグレーブは、 商人から教えてもらっても理解できなかったという。無肌苦島に残る真珠採取に従事した潜水婦たちが使ってきた3 5トルほどの道はバーレーン真珠の道と呼ばれることがままある。この道とその周辺に残る真珠の採取、取引に関わった建造物群や近海の真珠家などが世界遺産リストに登録されている。 世界遺産の暫定リストに登録されたのは2008年5月14日のことで当初の名称はバーレーンの真珠鳥とその文化的景観だった。この物件の正式な推薦書は2010年1月27日に提出され、その年の10月6日から11日に世界遺産センターに勧告を行うアイコモスによる現地調査が行われた。それに基づく評価書が翌年、 世界遺産センターに提出され、第35回世界遺産委員会で審議されることになった。その審議結果は、情報紹介で、旧来の建物を保存していく計画について、詳細を提示するように決議された。バーレーンは保護、管理計画に関する追加情報を2012年1月31日に提出し、それを踏まえた第36回世界遺産委員会の 審議で正式に登録が認められた。世界遺産としての登録名は、パーリング、テスティモニー・オブ・アン・アイランド・エコノミー、オクティバテ・パーリアーズ、テンワニ・ジリーユヌ・コーノー・ミー・インセレアである。その日本語名は文献によって、細かい点でかなり食い違う。世界遺産を構成するのは、ムハラクにある、真珠商人らによる、建造物群、ムハラク南端のブーマーヒルの海岸線と、 要塞、近海の3カ所の真珠床で構成されている。ムハラク市外の建造物群ムハラクの建造物群は、裕な真珠商人たちが建てた館や、それと隣接する商店、倉庫、集会場、モスクなどである。それらの建築様式には、様々な国の影響が指摘されているが、それらは真珠取引の国際性を反映したものである。 特に富裕な真珠商人である水ディ一族に関連する建造物が複数登録されている。まず住居二棟とモスクが連なる水ディの建造物群である。このうち一つ目の館は1850年に建てられ、1921年に改築されたもので、外観は装飾的なファサードが特徴的である。 家族の住居と客の宿泊施設を兼ねた邸宅で内装もペルシアから輸入した木工品などを使い凝ったものになっているこの館はバーレーン文化省の所有物になっている二つ目の館は1931年に建てられたもので2012年の時点では思考主の孫が住んでおり一般公開はされていない円錐系のミナレットと簡素なファサードが 特徴のモスクは1階建てで1865年に建てられたが現在残るのは1910年に再建された後のものである。これらの建造物群とは別に店舗、倉庫の建造物群も登録されている。スイアディの店舗群は1860年から1905年に建造された3つの建造物群であり、うち2件が世界遺産になっており、 残る一件は干渉地域に含まれている。これらの店舗は、真珠の時期にはそれを扱い、他の時期には食料品などを商った。その他に何人もの商人たちの館や店舗が登録されているが、それらのうち年代が特定できるものは、いずれも19世紀後半から20世紀初頭に建てられており、バーレーンの真珠産業の黄金時代にどれだけの富が、 蓄積されたのかを物語る。無敗クの建造物群は、前述した水谷ィの館の一つなどの例外を除いて、ほとんどが、私有財産だが、法令によって、文化省の管理下に置かれている。2011年には、文化省によって、無敗クの古い街並みを保存するための計画が、策定された。ブーマーヒル海岸と、要塞ブーマーヒルは、 埋め立て地ばかりになっている無ラクの海岸線の中で唯一元の砂浜海岸が残っている場所であり、世界遺産登録範囲の長さは110メートルである。ブーマーヒル要塞はこの海岸線の防衛のために設置された施設である。ブーマーヒル海岸が真珠採取にとって重要なのは、そこが採取船の出発地であり、また帰還地でもあったからである。それは同時に、 祭りが行われた場でもあった。バーレーンに限らず、ペルシア湾岸地域の真珠採取では、採取時期の長期公開の出発に際して、近代鼓や歌で船を送る祭事が模様されたのである。市街地の登録資産と同じく法令によって保護地域に指定されている。真珠床選ばれた3カ所の真珠床はいずれも天然真珠の豊かな採取場であり、 資料などで高品質の真珠が取れる場所などとして言及されたことがある。登録された総面積は35,083.5ヘクタールで世界遺産登録面積の99%以上を占める。これらの真珠床と干渉地域に指定されている周辺の海域は1995年から2001年にかけての法令で段階的に保護され、 野生生物保護区として、漁獲などにも規制がかけられている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。具体的には、少なくとも2世紀から20世紀初頭まで、ペルシア湾岸で営まれてきた伝統的な、真珠採取業について、推薦資産はその前世紀の姿を物語る、優れた霊障である点などに対して適用された。 バーレーン政府は推薦時に基準も適用できると主張していた。バーレーンの主張では推薦資産は伝統的な海洋利用や当初国家の経済活動の優れた例障であるだけでなく世界恐慌などのグローバルな出来事によって伝統産業がこうむった不可逆の変化を示すものであるとしてこの基準が適用できるとしていた。これに対してアイコモスは残っている。 建造物群は人と海洋の関わりを直接的に示すものよりもむしろ真珠の取引に関わるものが主となっており海洋利用の例障とみなすのは不適切である上世界恐慌などの影響はペルシア湾岸の他の真珠採取地域も被っているとの判断からこの基準は適用できないと評価した世界遺産委員会の審議でも基準のみでの登録が決議された前述のように 暫定リスト掲載時点での名称には文化的景観の文言が含まれていたが、基準の不適用理由にもあるように、アイコモスはこれを文化的景観とは認めず、記念物、建造物、遺跡などの組み合わせとだけ位置づけていた。ありがとうございます。